はい、どうもゴンです、ということで今回は先週末のスタンシンで優勝を果たした、5からゴロスゲンヤを紹介したいと思います。このデッキですが、いわゆるバントスケープシフトのアッシュデッキなのですが、ゴロスを採用して起動コストのために5カラーにしている点と、運命の絆を採用している点、そして風景の変容が2枚しか入っていないという点が特徴的なリストとなっています。ゴロスが持っている2つの能力はどちらも強力で、特に上の能力では確定で死者の原野を持ってこれるため、風景の変容に頼らずにゾンビを出す準備をすることができます。基本的に土地がかなり伸びるデッキなので、下の能力も割と使うことが多く、迂回路や風景の変容と運命の絆なんかがめくれた場合、それだけで一気に勝つこともできるようになっていますね。運命の絆は前環境のランプネクサスのような感じで、巨大なハイドロイドを出したり、ある程度ゾンビを並べたりした段階で打つことによって、相手の計算を狂わせて試合を決めることができるようになっています。サイドボードはコントロール、スケープシフト、アグロデッキなどに対して多くを割いている感じですね。実際に BO3 ランクマッチで11戦回してみたのですが、内訳はこんな感じで8勝3敗でした。ほぼ1回ずつしか当たっていないのであれですが、おそらく大幅に不利っていうマッチアップは、今回当たったデッキの中ではなかった感じですね。はい、ということでどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあ1戦目負けて負け戦ですね。相手がナヤフェザーということもあって、なるべくね最速で、コンボを決めていきたいですが、今回のハンドであれば、旧大剣のハンドかなと。一応ランパン系のスペルが3枚あるので、早いターンからゾンビをしっかりと出していくことができますね。さあここで2枚目の死者の原野をドロー。ここは死者の原野を出していきますか。相手ここタップイン、これは結構ありがたいですね。これは迂回路を先に打っていくか。さあこれですでに土地が6枚。あれか、時の一層の白マナが欲しいので白い土地を2枚持ってきますか。さあこれで7種類目の土地が引けたら、次のターンからゾンビが2体ずつ出てきますね。さあここで相手は213。さてエルフの再生者からが正解ですね。再生者で7種類目の土地を出してから、死者の原野を置くことでゾンビを3体出すことができましたね。さあただここまで盤面が完成していると、盤面的にはだいぶ有利な感じですね。手札にね、時の一層もあるので、フェザーからのハメパターンも回避することができますね。さあ相手ここで壮大を打ってくる。なるほど、ガン攻めしてきますね。どうするかな。これでパワー10まで上げてくる。とりあえずトークンが出るかどうか。ここは出ない。ダメージ減らすためにフルブロックでもいいですけどね。次のターンからどんどん、トークンはね出ていくので、少しでもダメージを減らしておきますか。さあ5点通って残り15。さあここで土地をドロー。このターンは迂回路を打ちますかね。迂回路を打って、このターンにトークンを6体出して、次のターンにハイドロイドがいいかな。次のターンにねかなりでかくハイドロイドを出していけるので、これが良さそう。
まあ1、3はねトークンでチャンプできるので強行突破されない限りは OK かな。さあ相手ここでフェザーを出してくる。ただ追加の土地はなさそうですね。ワンドローで果敢な一撃を手札に戻していくと。まあ1-3は相打ちを取っていきますか。まあこれであれば、あ、土地あるんだ。うん、まあフェザーはもう無視でいいかな。ハイドロイド出してフルパンから土地置いてゴーですかね。とりあえずハイドロイド。なるほど。まあとりあえずフルパンしていきますか。さあこれで4体通って8点削っていくと。まあほぼほぼ勝てそうな盤面ではありますが、まあサイドボード後ということもあって相手もね全体除去は入ってると思うので、まあハイドロイドまで除去られるとまたねめんどくさくなりますが、まあ次のターンの相手の行動次第ですね。さあ果敢な一撃でさらにワンドローしてくると。さてこのターンがかなり鍵となってきそうですね。相手は何かしらの対処手段を持っているかどうか。ショックイン、なるほど。うん、何かしらありそうですねこれは。さあ相当で6点。あー、これは3点オールか。はい、クラリオンで3点入れていくと。さてさて、うん、ちょっとめんどくさくなりましたね。フェザーは交流代理人で捕まえていくか。あ、先に螺旋でよかったな。が、まあここは土地をドローと。うん、まあトークンをどんどん出していきますか。結局なんかこの死者のゲインヤーデッキっていうのは一回ね盤面を流されてもすぐにここまで盤面を復帰できるっていうのがかなりの強みですね。さあまあここ土地を置かなかったのはもう一回ね流されたら土地がなくなってしまうのでそのケアですね。まあオラーズカを起動できるのでこのターンはオラーズカを起動していきますね。さあ相手ここで成長の季節からショックイン、なるほど。はい、これで2ドロー。成長の季節はね置かれるとかなりめんどくさいですよね。さあこっからは相手はもうドローし放題。さあここから殴ってくる。さすがに殴っては来ないと。さあとりあえずオラーズカを起動しますか。お、ゴロスいいですね。これはこのターンにゴロス起動までいけますね。とりあえずトークン殴るか。さあこれで6点通って残り5。さあゴロスの時間ですね。ゴロス出して、死者の原野をもう1枚持ってきますか。さあこれで次からは土地1枚を置くごとに
トークンが3体出てくると。さて、とりあえずゴロス起動していきますか。ほい。ちょっと弱いけど、まあいいでしょう。まあトークンがねめちゃくちゃ出てくるので、これはこれで全然ありですね。まあ追加で土地も置いて、大量にトークンが出てくると。さあここまで来ると、まあ3点オール1枚じゃどうにもならなくなってきたので、相手としてはかなり辛いはずですね。さあ相手アップキープに神々のおぼし飯を打ってくると。ボトムに送ってワンドロー。さあ対処手段を探してますね。さすがに17点あったらワンパンで負けることはないはずなので、ほぼほぼ返されることはなさそうですが、ここで投了と。 OK。 さあ BO3 やっていきます。こちら豪邸。これはマリガンかな。豪邸で初動3ターン目はさすがにきついのでマリガンですね。さてただこれはキープできないですね、さすがに。しゃーなしのダブマリ。きつい。きついが、まあこれはキープするしかないですね。まあテフェリーを、ボトムかな。まあ基本的にダブマリは、都合のいいドローをしないとなかなかきついですからね。さあただ3マナ目は引いてくることができたと。青マナが欲しい。青マナが引ければまだワンチャンはありますね。おお、青マナを引くことができましたね。さあこれならまだ全然戦える。さあ相手は白黒吸血鬼。まあ相手もねワンマニガンしてたのでなんとかなりそうですが、さあここで白母の勇者。とりあえず螺旋で土地を伸ばしていきますか。まあなんとかなりそうかな。迂回路からゴロスまでは確定できるので。ただ白母の勇者だけでもクロックがきつい。ハイドロイドはありがたいですね。さて、まあ次のターンからは死者の原野でトークンをね出していけますね。とりあえず5色持ってきておきますか。まあワンチャンゴロスで能力起動もできそうなので。さあただすでに残り9点。まあ相手もねマリガンしてるということでそんなに動きは良くないですが、ただまあここまでね何も出してこないっていうことは手札が除去ハンドの可能性があるんですよね。軍団の最後を持たれてたら結構きついかな。さあトークンは出していきますが、軍団の最後だけはマジできつい。さあ果たして持っているかどうか。まあ持ってそうですけどね。さあとりあえずソリンでプラス。まあ持ってますよね。いやー螺旋で土地を引きたいな。ゴロスでチャンプはしたくないが、さあ土地を引けるかどうかが引かず、まあしゃあなしのチャンプですね。かなりきつい。
なるほど。除去持たれてたらハイドロイドプランも迂回路プランも次のターンに死にそうなので、運命の絆から行くのが丸そうですかね。まあ安定を取って追加ターン行きますか。さあ何かしら対処手段が欲しいですね。これはさあドローにかかってる。交流代理人は悪くないかな。このターンは交流代理人から迂回路行くか。であれば次のターンに死ぬことはなさそう。うん、OK ですね。さあということで交流代理人で白母の勇者を捕まえていきますか。このプランであれば相手のハンドが2枚除去であってもまあ死ぬことはないですね。まあ盤面的にかなり不利なのは否めないですが、まあまだワンチャンは全然あるかな。さあ相手の手札が土地であることを願いますが、まあさすがに除去1枚は持ってそうですけどね。さあプラス、お、ここはスルー。なるほど。であればハイドロイドをマックスで出していきますかね。まあ、ライフゲインもできるので猶予ターンができましたね。まあ死者の原野受けのことを考えるとショックランドは出さない方がいいかな。先にハイドロイドでドローしていくと。おお、なるほど。これは次のターン耐えたら勝てますね。なんとかなりそう。いやーダムマニアね、かなりきつかったですが、まあ相手もマニガンからのそんなに良くないハンドだったのでなんとかなりそうですね。さあとりあえずソリンプラス、うん、相手のハンドがね結構気になりますけどね。ここまで何もしてこない。これ土地の可能性もあるのか。まあテフェリー出していきますか。さあということでプラスから相手の終了ステップに風景の変容を打っていきますか。まあ最強コンボですよねこれは。さあまあとりあえずソリンも落としていくか。まあ風景の変容に頼ったデッキではないので風景の変容の枚数自体はね減らされているリストではありますが、まあ、なんだかんだこのコンボはかなり凶悪。さあということで満を持してスケープシフト OK なんとか勝利。ほいということでいかがだったでしょうか。まあ基本ベースはねバントスケープシフトなのですが、まあこのデッキならではの動きがあった試合をピックアップしてみました。まあ、結局今のメタだと、風景の変容デッキがかなりメタられているので、従来のものとは少し軸をずらした、リストですね。まあ、ゴロスによるデッキの安定化というのも大きくって、比較的に長いラウンドの大会であれば、ゴロス型の死者の原野デッキの方が丸そうな印象ではありますね。はい、ということで今回は以上になります。
よかったらね、チャンネル登録、高評価お願いします。他にもね、いろいろ動画を上げていますので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまたね。